りを頼まれて、ゆんべは森の財政によって、今しがたここまで来たってとこで。おお、そこにいるのはシゲとクマじゃねえか。アンギ、誰だっけ。バカだな。俺の石田さんにいねえか。あ、そうかい。おお、クマもシゲも元気そうじゃねえか。うん、俺は元気だが、客人が大変なんで。親も薬の持ち合わせはないんですけど。で、どこが悪いんで。なんでも長い分晴れにやとったら下痢がひどいんでさ。そりゃ気の毒だ。おっと、そういえば清水出るとき姉さんが持たせてくれた薬があったはずだな。